ら、さっきの人たちよ。それに赤目の一団も。キュモールが赤目の連中の新しい依頼人ってことみたいだな。ねえ、もしかしてあの変な言葉のやつが赤目のボスじゃないのかな。どうもそうっぽいな。サボってないで働け、この下民が。ほらあれ、ティーグルさん。お金ならいくらでもあげる。ほら働け、働けよ。うわ待って。ユーリ・ローエフ、どうしてここに。姫様の。あなたのような人に騎士を名乗る資格はありません。力で帝国の威信を示すようなやり方は間違ってます。その分騙して連れてきた人々もすぐに解放するのです。世間知らずの姫様には消えてもらった方が楽かもね。理想ばっかり語って胸くそ悪いんだよ。騎士団長になろうなんて妄想してるやつが何言ってやがる。あなたは。もう大丈夫ですよ。イエガ、やっちゃいなよ。イエス、マイロード。いように恨みはありませんが、これもビジネスです。ゲット。逃がすわけはいかねえな。水かぶって反省なさい。この力は私を強くするの。
なかなかストロングですね。キモール様、フレン隊です。フレンが。さっさと追い返しなさい。ダメです、下を調べさせろと押し切られそうです。下町育ちの恥知らずめ。ゴーシュドロワット。はい、イエガー様。やっと出番ですよ。ここはエスケープするがベター。オーケー。うわ、これ何。さあ、こちらへ。逃げろや逃げろ、スタッコラ逃げろ。今度会ったらただじゃ置かないからね。お決まりの捨て台詞ね。早く追わないと。待て、今の僕らの仕事はティグルさんを助け出すことなんだよ。でもあんたたちの仕事とかよくわかんないけど、オーノ、追わないの。おとなしくしろ、そこまでだ。お、いいとこに来た。ユーリカ、立てるか。ああ悪いが最後まで面倒見れなくなった。自分で帰ってくれ。嫁さんとガキによろしくな。ありがとうございました。追うのね。ああ、もうここはフレンが片付けるだろうしな。カロル、それでいいだろう。そうだね、エステルが今にも行っちゃいそうだもん。すみません。もう、追うことになったんならさっさと行こう。はい。待て、ユーリ。ここの後始末は任せた。エステリーゼ様、やはりあなたにこんな危険な旅は。